奈良の東大寺にある首労、テレムジークのモーメント31で使われた。テレムジークはドイツの作曲家カールハインツ・シュトックハウゼンによる電子音楽である。シュトックハウゼンは作曲の弟子である篠原真を通じて日本放送協会から1965年の NHK 創立50周年に関連して東京を訪れ、 NHK 電子音楽スタジオで2つの移植を行うように招待された。シュトックハウゼンは他の仕事があったため、このスケジュールには間に合わなかったが、ついに東京からの圧力で、1966年1月19日に日本に飛んだのである。スコアのメモによると、テレムディークは1966年1月23日から3月2日にかけて、 日本放送協会の電子音楽スタジオで、スタジオディレクターの上波渡る、スタジオ技術者の塩谷博佐藤茂、本間明などの協力を得て実現した。作品は日本人に捧げられている。初演は1966年4月25日に東京の NHK スタジオで行われ、シュトックハウゼンのもう一つの NHK 一色作品である。 ソロの初演と再演を含むプログラムであった。作品の中身は世界中の様々な伝統的民族音楽の録音と電子的に生成された音で構成されている。例えば日本の寺の僧侶によるお経をアマゾンのシッピーボー族の音楽で変調し、さらに僧侶のメロディーにハンガリーの音楽のリズムを乗せるというように今まで聞いたことのないような強制的なものを生み出す。 ことができるのです。この作品の32のモメントのうち、電子音だけで構成されているのは、第1、2、4、6、8、10、16番の7つのみである。ピッチレンジは6から1 2ヘルツとやや高めに設定されており、相互変調によって、耳が分析できないために遠くにあるように見える音が、通常の過帳域に入ってきて、突然理解できるようになる部分が、 時折、投影される。このようにして、レジスタは、作品のタイトルの由来となった概念である、遠いものを近づけるための手段となる。この作品は、NHK のスタジオ用に特注したクトラックの、テープレコーダーを使って制作された。制作時には1トラックが、編集用に確保され、完成した音楽は客席を囲むように配置された後、チャンネルで再生されるようになっている。 しかし、コンタクトや、シリウス、光から火曜日の、オークティフォニーなど、シュトックハウゼンの他の電子音楽作品に見られるような、継続的に動く、音の手法は見られない。そのため、テレムジークの空間的概念は、同じく5チャンネルで制作された、少年の歌に近いものとなっている。シュトックハウゼンは、NHK スタジオ以外の場所で演奏する際には、 2チャンネルのステレオコピーを数枚ミックスダウンし、パノラマコンソールを使って5チャンネルを左から右に iPhone32V とほぼ同じ位置に配置した。目標は、モメント3、9、15、21、および27の始まりを示す。日本の禁止はモメント8、16、24の始まりを示す。テレムジークの主な構成要素は持続時間である。 この作品は作曲家によって、モメントと呼ばれる32の構造で構成されている。それぞれは日本の寺院の楽器のストロークで始まる。この6つの楽器は、その自然な減衰時間に応じて、それぞれモメントの持続時間に関連付けられている。最も短い持続時間は、タク、次に長い持続時間は、牧章、次に中空の音の、木魚、金種と、 ケースと呼ばれる高音と低音の逆付き状のドラ、最後に4つの大きな寺の鐘のグループで、6つの持続時間の中で最も長い持続時間になっている。これらのモメントの持続時間は、13から144までの6つのフィボナッチ数から取られている。また、これらのステップの発生数も、1から13までのフィボナッチ数から導き出されている。ステップが長いほど、 発生する回数は少なくなり、その逆も同様である。1 4 4 1 8 9 2 5 5 × 3 3 4 5 2 1 8十3 1 3ただし、楽譜に使われている実際の持続時間の値は、これらの基本値の上で体系的に変化しており、長いものから短いものへと、1、2、3、4、3、2の変種が存在する。 指定されたモメントの数を達成するために短い値のバリエーションは再びフィボナッチ級数に従って複製される。ケースはモメント11と22で登場する。32のモメントは2から13の小区分に分割され、これもフィボナッチ数を用いており、ほとんどの場合、いくつかの値が繰り返される。例えば作曲家のスケッチによると、 総演奏時間91秒のモメント22は34プラス21プラス13プラス8プラス5プラス3プラス2プラス1プラス2プラス1プラス1の細分化がなされているが曲の中ではこの順序では使われていないモメントの持続時間は次のように作曲の長さに応じて配分される7フォート絶ンと記された追加のモメントは前の2つのモメントの 加工するグリッサンドの長い複合音を繰り返す挿入部分で 12000Hz の制限波で変調されており、モメント6と7の間に相当する部分では 2000Hz にディップして短くノッチと付けられている。この挿入部分はテレムジークでは他に見られない日本の自社仏閣の楽器である金のストロークによって最初に示される。このようにしてできた6つの構造層のうち、 第2、第3、第4、第5の4つの層は内部的には対照的である。しかし、表の中で、という記号で示されているそれぞれの対照性の中心は一致していないため、複合構造自体は対象ではない。ケースの層は全体の形を中心に、金紙の層、木魚の層、木章の層は左、右、左と段階的に距離をずらしていく。 ありがとうございます。